鳥居ひなえ長浜神社は、大分県大分市長浜町一丁目八番七号に鎮座する神社である。主祭神は、少なびこ名の命で、菅原道真を合詞する。旧社格は合社。移動の祖神である、少なびこ名の命及び大名討ちの命を祭神とする。ことから、婦人病兵に霊源があるとされ、特に女性の信仰を集める。にたっては、男女の立ちを描いた。 ひなえまを奉納する習わしがある。社殿によれば、創建は室町時代の王永十三年。ある晩、長浜の住人が夢でお告げを得て、その翌朝、海岸でお告げ通りに木箱に収められた小さな祠を見つけた。祠には扉の裏に、予習長浜大名人と記され、中には心境が収められていた。この一件を、 文後国守護の大友近代に報告すると、近代は、府内道時時東北地の車両と車電の造営量を寄進し、神社を混流して、長浜大明神と称した。その後、文六五年うる七月十二日に発生した、慶長文後地震の津波によって、被害を被り、一時、勢池,池町にある、春日神社の境内に移された後、元那五年に,に、塩急省庁に占里。 さらに遠方九年に同じく塩を九州町内の現在地に遷座した。大正二年には菅原道真を祭人とする隣接の松松天満社を合祀している。毎年七月五日から七日に行われる、通称長浜様。文後三大師の一つに数えられた長浜の師が起源とされ、江戸時代に始まった。梅雨の最中に行われ、雨が降ることが多いために、 雨の長浜様と呼ばれる。大分で最初に行われる夏祭りであり、大分に夏を告げる祭りとして親しまれている。祭りの間は歩行者天国となる塩九章通りや長浜通りに120を超える露店が並び、商店街には風流見立て細工が飾られる。三越の巡行や神楽が行われ、初日の夜はお祭り広場でよさこいやフラダンスも行われる。 御子巡行は、安政三年に、船井藩最後の藩主、松平近義が奉納した御子が巡行したことに、始まる。ご神体を御子に移して、本殿を留守にするのは参拝者に申し訳ないとの、理由で、大正十一年に中止になったが、昭和六十二年に再開されたものである。また、祭りの期間中には、おみか、ちという、ネズミ餅の枝に赤、木、 緑の餅や短冊をつけた縁起物が販売される。これは、おみかという女性が病気平油の祈願をし、海油のお礼に餅をつけた木を奉納したのが起源とされ、遠方年間に作られるようになったという。戦時中一時中断したが、地元商店会を中心とするおみか餅保存会によって復活した。ありがとうございます。